ディアボーンはアメリカ合衆国ミシュガン州南東部ウェイン郡に位置する都市デトロイトの西に隣接する人口は98,153人ディアボーンはヘンリー・フォードを生んだ地でありまたフォードモーターが本社を置く地でもあるディアボーンにあるフォードのリバールージ工場は初期にはフォードモデル T をまた1960年代にはフォードマスタングを生産していた前世紀には この工場は12万人の従業員を抱えていた。この地に最初のヨーロッパ人入植地が設けられたのは1786年のことであった。ディアボーンの村は1836年に設立された。村の名は独立戦争における将軍で第3代大統領トーマス・ジェファーソンの下で第5大陸軍長官を務めたヘンリー・ディアボーンにちなんで付けられた。 1929年には、デトロイトへの九州合併を避けた、フォード村との合併が成立し、現在の地域が確立された。当時の二つの町の間には、未開発の地域が多く、現在でも、部分的に開発が進まないままで残っている。古くは一面の農地だった、この一帯の土地を購入したヘンリー・フォードは、この地にフェアレーンという自らの邸宅や、フォードモーターの本社を建てた。 1925年には全米最初の近代空港の一つであるフォード空港が設置され、シカゴとの間の便が就航した。このフォード空港は1947年にデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港が開港するまで使用された。その後、この空港はフォードの試験場に転用された。左、ウェイン軍におけるディアボーンの位置右、ミシガン州における ウェイン軍の一流樹川とミシュガン州道39号線、ディアボーンは北緯42度18分41秒整形83度12分49秒に一致している。デトロイトの西に隣接しており、ダウンタウンからは西へ約 10km に位置する。アメリカ合衆国統計局によると、ディアボーン市は総面積 63.3km である。 そのうち6 3 1 k ルが陸地で0 2平方メートルが水域である。総面積の0.37%が水域となっている。市内にはルージュ川が流れている。ヘンリー・フォードの屋敷の敷地内では、ルージュ川には人工の滝が設けられ、水力発電がなされていた。ルージュ川の3本の支流はディアボーンで合流する。ルージュ川は、 リバールージュ工場の近くでは、船舶の航行のために、人工的に川幅を広げられ、運河として整備されている。ディアボーンを含むデトロイト都市圏の玄関口となっている空港は、デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港である。6本の滑走路を有する全米有数の大空港であり、またデルタ航空のハブでもある同空港には、 全米のみならず、太平洋路線や大西洋路線を含む、国際線も多数発着する。デトロイト都市圏をカバーする高速道路網は、ディアボーンも通っている。市の南東には、週刊高速道路 I-94 が通っている。また、市の西側には高速道路規格となっている、ミシガン修道十九号線が南北に走っている。アムトラックのディアボーン駅には、 シカゴとデトロイト北港のポンティアックを結ぶ中距離列車、ウォルバリン号が停車する。シカゴ方面にはアナーバーやカラマズーを、ポンティアック方面にはデトロイトのダウンタウンを通る。ウォルバリン号は、シカゴからグランドラピンツへ向かうペルマーケット号、ポートヒューロンへ向かうブルーアウター号と合わせて、ミシュガン線と呼ばれる3本の中距離列車のうちの1つである。ディアボーには、 ミシガン大学ディアボーン校がキャンパスを置いている。同校はアナーバーの本校やフリント校と合わせてミシガン大学システムを形成する3つの州立大学のうちの一つである。同校は約8000人の学生を抱えている。ディアボーンの K1 未果ほどは西に隣接するディアボーンハイツ市の一部も含めてディアボーン公立学区の運営下にある公立学校によって支えられている。 同学区は3校の主要な高等学校を含む34校の公立学校を抱えている。イスラミックセンターオブアメリカディアボーンは歴史的にアイルランド系、ドイツ系、及びポーランド系の住民が多く住んでいる。彼らは19世紀中盤から20世紀初頭にかけてこの地に移入してきた移民の子孫である。またディアボーンにはアルメニア系の住民も多い。 彼らの多くは、オスマン帝国が崩壊した時に渡米してきた難民と、その子孫である。一方、黒人人口率が総人口の約8割に達する、東隣のデトロイトとは異なり、アフリカ系の住民は少ない。そして、現代のディアボーンには、アラブ系住民の巨大なコミュニティができている。ディアボーンにおける、アラブ系アメリカ人の人口は、全米でもニューヨークに次ぐ大きさで、 ディアボーンの30倍以上の人口を有するロサンゼルスよりも多い。ディアボーンにおけるアラブ、またアラビア語を大一言語とする住民は総人口の29.3%を占める。最初のアラブ系住民は1900年代中盤、ディアボーンの自動車工場で働く労働者として移入してきたレバノン系のキリスト教徒であった。やがてイラク系、イエメン系、 パレスチナ系などのイスラム教徒が移入してきた。ディアボーンには北米最大のモスクイスラミックセンターオブアメリカが立地している。2005年1月にはこのディアボーンの地に国立アラブアメリカン博物館が開館した。同館はアラブ系アメリカ人の歴史や文化を紹介する博物館としては世界初のものでスミソニアン協会とも提携している。 アラブ系の住民は主に市の東側に住んでいるが、近年では西側にも、その居住地区が広がってきている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人口校生年齢別人高校生世帯と、家族収入と、家計ディアボーンは、レバノンのかなと、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。